これ全部カレーちゃうヒラメ？カレー言うな、ヒラメ。ヒラメ、ヒラメ、ヒラメ、ヒラメの縁側。どうどう骨あった。お、そらたまに骨はある。ごめんなさい。はい、うろこもついてる、多分。いや、嬉しい。久々の実家飯でさ、ヒラメちゃんが食べれるとは。なかなかやで、心。今日釣ってきたヒラメが食べれるってないんやで。ヒラメって全然釣れへん。釣れへん、釣れへん。めったに釣れんやんな。今日な、うん、釣りやすい時は、うん、誰一人会うもの、今回って。うん、で、あの、一人だけが、うん、つまし、うん、あ、そろそろかなと思ったら、うん、白波が立ってきてん、はあ、西風で、はあ、ほんで、うわやばいなって言ったら今度波が出てきてん、うん、1メーターぐらいの、うん、ほんですっごいもう足痛いぐらい、座りたい、筋肉痛で、うん、こっち打たるわ、そしたら、うん、そっからだみんな入れ食い、何が釣れたの、入れ食いじゃないけど、うん、だってもう釣りにならへんぐらいの波、あ、そうなんや、風、うーん、11時半で終わったん、早っ、早いやろもう危ないって言い出しておとんが、おいしい、ちょ、これ映っとんかな、そうなん、おとんが言うならしゃあないわな、しゃあないな、これ映っとんかな、映っとんかな、 ありがとうございます、え、やば、何ありがとうございます、おとんがやばいっていうことって珍しいな。だっておとん車で。おい。おとんさ、俺前で送ってきてくれたやん。IP ね。あれ、おとんがやばいっていうことは船長の判断やから、はい、ニコも諦めて帰らんとしたかってんけどな。いただきます。すごいもうな、立ってられんぐらいの下に。縁側、これ、あ、これ、え、待って、縁側長いねんけど、こんなん全部食べていい？そうやで、そうやで、いいよ、いいよ、やばー、お父さん食べた、やばー、ゆだれが出る、縁側って4枚取れるから、うん、いやー、それ違う、加工は縁側のこと加工側っていうね、うん、うん、コリコリ、生まれて初めて食べたら違うかな、多分、おいしい、心食べ、これコリコリ、うん、あれやな、ナナココってさ、ちっちゃい時からさ、ママちゃん知ってきた魚食べ慣れとうからさ、あんまり感動ないな、感動ないな、で飽きてもで、うん、残るんよすごいねんで、だから、うん、今日あのメジロも釣ったんやけど、うん、日本な、うん、あ、で、ツバスも釣った、うん、だけど、みんなでわけわけやから、うん、1本だけもらって、うん、あとヒラメも1匹だけもらって、うん、ほんで、お米買いに行ったから、うん、あのお米のおっちゃんにあげてきた、うん、あ、さばけます、うんうんうん、って言ったさばけるって、うん、だって釣り堀に行きよったぐらいやから、うん、あの船で渡るとこ、そうなんや、おばちゃん、おいしい、おばちゃんで、実家飯最高、骨めっちゃある、ごめん、とっとって、僕昨日までアジ食べとったっていうことでこの前持って行ったうん、なんや、おいしい、非常に悪いけども、うん、青物の砂漠元気がなかった、うん、なんか収まらへんわ、2日間アジを見てきた、うん、黙っとうけどずっと食べとう、え、誰が、ナナハ、ナナちゃん美味しいって言ってえよ、美味しいな、ナナ、まあまあやで、ナナナナ、うん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 、そんな急いで食べんでもあるから、おしゃれ太郎、おいしい、ナナが無口になって食べよう、なっちゃん好きな刺身、これおいしいって、おいしい、いやもうナナちゃんのためにヒラメ釣ってくるわ、またヒラメおいしい、勘弁してくれ、ちょっとでもタイっぽいなタイっぽい、うん、タイっぽい、さばきよってもそれで、でも今日は油のとんかしらスーッて皮がむけた、うん、あ、私洗濯物さん、うん、ちゃんと噛みようなな、早食いはあかんで、味わって食べて、はい、ありがとう、いいえ、あ、タルコップ汚い、ナナちゃんいる、
第7のじゃ。ちょっとじゃあダメじゃん。ご飯何したんやろ。ご飯って。ご飯。忘年会じゃないんやろ。違う。あ、忘年会じゃ忘年会。忘年会。うん、忘年会じゃ忘年会。でも会社の忘年会じゃない。ああ。こういう忘年会行って飲まないやん。うん。何が楽しい。ずっと食べる。おかわり。それ思うよな。何の方がおかわり。ずっと食べとうって言って食べて何が楽しい。食べて、まあ、ワイワイやってみちゃう。それに、あんな、飲まへん人ってな、うん、飲んどう人になったらムカついてくると思う、うん、それが頭に行くと思う。あ、そうやろな。よし、したいこと言いやがってやろ。あ、今度ほんなら、ゴー君と3人で飲む。絶対やめたって絶対やめたって、かわいそうやろ、それは。おいしい。あ、ありがとう、言って。あんま言ったで、いいえ。なあ、すごい勢いだよ。ゆっくり、あ、耳ね、取っとこ。あんた、ゆっくり食べていいよ。なんじゃ、ゆっくり食べていいよ、また吸ってくるから。あるから、まだちゃんと噛んで食べな。ほんまに釣れるん。うん、2匹釣ったもん。うん、マグレっていうのは1匹やね。でも2匹っていうのは実力やね。でな、3回目、うん、50メーター、55メーターぐらいのところが、うん、80g つけとるものだけ、うん、やのに、そこが取れんのよ。うーん、なーって言ってもってな、70出たわって、70はやばいって、うん、言ったけど、向こうに出とったから、うん、それでもちょっとずつ巻いて、うん、そこが取れんのまんま、折ったら、うん、揚げたら、うん、アジが頭しかなかった。ヒラメや、カンビラメシーズンやで、今。うーん、なるほどね。一匹目そうやって、はい、ヒラメさんの命をいただいております。ヒラメさんめったに釣れませんよ。うん、おいしい。狙っとっても釣れるもんじゃないしね。うん、平らがしよったら釣れたりするしな。うん、そうそう。だから今日はほんまに釣れんかったよ、3時間ぐらい。そうそう、ヒラメちゃんの漫画なんやったっけ。ヒラメちゃんっていう名前の漫画あったよ。ああ、ココロ知らんわ。あられちゃん違う。あんな、なんやったの。それ思い出せんかった、さっきからずっと。なんか酔っ払いのおっちゃん、ジャリンコジエ、そう思い出したらよかった。ヒラメちゃんとかな、おってヒラメちゃんみたいな顔しとんねんな。チエちゃんとジャリンコのチエさん。そうでな、ツイッターに上げた写真な、ママ上唇をビーチグリップで挟んどる。うん、ほんでな、うん、早っ。君があの、あ、名前、うん、ピーで、ピーな、ピーな、ライダー君、ライダー、ヒラメ閉めてないって閉めてくれたんや、うん、ケースの中で。早いね。変なとこ切って、うん、けど青物は全部閉めたよ。でも平均的に今日は釣れとこで、うん、それがさ、次の日、次に帰ってきた坊主。あ、ほんま、船、うん、聞いた。これはなんで、なんで俺は、俺らの船は釣れて他の船は坊主やったの。これは何、創生にセンスがなかった。じゃあいいやつがついておうからね。ソナーがいいからじゃん。違う、あ、俺の腕がいいからね。で、釣る人がうまいから。そうや、それがさ、うん、ライダーくんな、うん、めっちゃ釣んねん今日。あ、そうなんや。グラムで負けたわって言った、うん、みんなに配るからさ、だから1匹とかしか持って帰れんけどな、うん、2人やからさ、そんなにいらんやん、あの人も、うん、釣るのを楽しんどった。何人で行った？6人。うん、どこ行ったの。待って、お米も美味しいねんけど。そうやろ、待って、なんか美味しい。神戸のコシヒカリを、うん、わざわざ買いに行って精米して、うん、で、お互いみんなに恐喝して買ってもらった。ジャーで炊いてるから美味しいのよ。美味、うん、しい、美味しい。あ、みみちゃん、これ食べたらここ片付けなんか、うん、トア食べる。手割れとはね、手袋ある。トアは東京から明日の朝帰ってきてそのまま学校行く。お腹いっぱい。え、急に。だってめっちゃ食べたもん。過ぎ過ぎた。耳でこれ食べてあるから、お味噌汁だけ食べ。昨日な、奈々ちゃん何食べたんやったっけ。何食べたの。め、め、め、
目あれ目が牛丼なんだ面白かった聞いたドキャーってなったけど飲み込んではないから唇がヒリヒリする、ね、その後はい買い物行って最後買いに行って、コンビニで R1 行って、うん、で R1 であのちょっと治って、それでスキー屋行って、うん、あのサイズわからんかったからとりあえず一番大きいメガネしてでかーってなってマック行ってポテト買ってポテトとメガネ食べた昨日めっちゃ食べたまだ、うん、なあマックも食べたもんでポテトだけやったら嫌やって買うのだから聞いてえなんかさ、うん、おさんがさ、うん、えなんかどんなやつがあったっけみたいなんでマックの店員さんに、うん、あのハッピーセットってあったっけみたいな聞くで、うん、それでうわーってなってえハッピーセットはあるからみたいなのあって、うん、でもなハッピーセット、うん、ポテト L にしてくださいって言ったらダメですって言われてるななんでダメって言われて追加料金いるんじゃんでも料金追加にしてもわかんねえってあ、そうなのそうなの、うん、あ、そうだ好き嫌いをしたらゴーくんみたいになってまうんだそれ魚はなんなんじゃないライオは魚食べるから縁側が残ってる縁側いただきますどんなグローブグローブって言ったら投げてもうこれ耳ね全部食べていいねんなうんみんな観光しない直前に勉強しないよ言えないごちそうさまでしたこれは買ってしょうがないねんけどごちそうさまでした。